こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、一心生ぜざれば万法とがなしです。これは禅宗第三祖である曹さんの新人名に出ている言葉です。一心とはここでは妄念のことで否定的概念を言います。万法とは存在すべてを指します。あれこれと襟好みをする分別心を起こしさえしなければ一切の存在はそのまま真実であり全く手を加える必要はないということです。それでは今から一心生ぜざれば万法とがなしを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。